はいどうもこんにちは、カジマックです。先日うちの一番近くにあるスリーコインズスリコさんがリニューアルしたと聞いて、何気にいいものないかなってちょっと行ってみたんですけど、そこで見たものは衝撃的なものでした。それがドーン、はい、これわかります？ギターが飾ってあったんですよ。いやまさかこれ売り物じゃないだろうなって思ったら、はい、ここに2つ在庫がありました。300円ショップのスリコで、なんとギターが売られてました。いや、これはびっくり。で、ありのまま起こったことを話せば、気づくと僕は、ギター片手に、スリーコインズを後にするところでした。ああ、また買っちゃった。みたいな感じで、ドーン。はい、連れて帰ってきちゃいました。ということで今回、スリーコインズで販売されていた、ギターを始めるためのギター。これを開けて、中見ていきたいと思います。いやにしてもこれはほんとびっくりしました。でまさかの300円ではなくて、やっぱり結構お値段はしますけど、それでもこれ初心者用とはいえ、アコースティックギターがなんと税込み5500円、税別5000円で販売されてました。でこれスリーコインズとどういう関係なのかあまりよくわかってないんですけど、このギターはスリーコインズブランドではなくて、アソコっていうそういうブランドから出ている商品。いやにしてもこれ5500円ですよ。でそのクオリティがどうなのか、ギターを始めるためのギターちょっと開けていきたいと思います。はい、もうギターとしてはかなり簡単なパッケージ、こういう段ボール箱に入ってます。はい、それでは行きますよ。せーの、オープン。いや来ましたよこれ。はい、これがギターを始めるためのギター。初心者向けとはいえ、ちゃんとしたフォークギター入ってました。うわこれはすごい。これがなんと税込み5500円。あ、ちゃんと弦も貼られてます。はい、ちょっととりあえずチューニングだけしてみます。それではちょっと細部をいくつか写真撮っておきたいと思います。どんな感じなのかゆっくりご覧になってみてください。一応弦合わせました。ただまだちょっと馴染んでないのかすぐに狂っちゃうんですけど、いやこれ思ったよりも悪くないですよ。この動画の失敗、僕がギター全然弾けなくなってました。ある意味やっぱりちょっとこのネックの剛性、心もとなさはあるものの、いやこれ5500円、そう考えるとほんとよくできてる。はい、このペグなんかもちゃんと金属製なんですよね。このあたり本当のおもちゃのギターはなんか樹脂部品使ってたり、いくら弦合わせてもチューニング合わない時あるんですけど、このギターはしっかりチューニング合いました。でね、これわかりますかね、この弦高、これがほんと安価なギターだと広すぎてもうこのあたりとかちょっと押さえづらくなることはあるんですけど、そんなめちゃめちゃ高くないんで、いやほんとこれギター始めようかなって迷われている方、一度使ってみてもいいかもしれません。まあでもただやっぱり本当にギター始めようって思われている方は、アコースティックでもエレキでも僕的には5万円以上、できれば10万円近いものをざっとですけど、そういったものを買った方が練習もはかどるような気はします。なんでこれどっちかというと、僕はちょっとギターやられてる方、これから始めるんではなくて、まあなんていうか話のネタに、いやこれ実は新品で5500円だったんだよっていう、そういうちょっとギター上手い人が持って5500円のギターでこれだけ弾けるんだよみたいな、そういった感じの方が面白い商品じゃないかと思いました。はい、でさっきもお話しした通り、僕はもうギターかじったとも言えないぐらいほとんどギター弾けないんで、しか
かも、もう10年、15年以上、まともにギター触ってなかったんで、しかもちょっと振り返ってみると、僕アコースティックギター、これが初めて買ったものでした。今までエレキは触ったことあったんですけど、いややっぱりアコースティックギター、結構難しいですよね。でもほんとオープンコードを弾いて、自分で歌ったりする分に、ちょっとギター欲しいっていう時、これスリコで店頭販売してるんで、一度試しに買ってみるのもいいかもしれません。ということで今回、スリーコインズで販売されていた、税込み5500円のギターを始めるためのギター、つい衝動買いしたんで、ちょっとこれから僕、アコースティック練習してみたいと思います。よかったらご参考になさってください。一応何か関連リンクあれば、説明欄に書いておきますんで、よかったらチェックしてみてください。ではまた次回。